ご覧のように連休明け各空港は大混乱になったんですが、羽田空港から中継です。社会部の松井記者がいます。松井さん、そちらは今どんな様子でしょうか？はい、欠航の影響は甚大です。午後3時現在なんですが、国内便で127便が欠航、およそ1万6100人に影響が出ています。私は午前10時頃からこの第2ターミナルの出発ロビーに来ているんですけれど、一時はこの広いロビーに人があふれまして入りきれず、2階のこのバルコニーにも大勢のお客さんが待っているような状況でした。それで午前10時半過ぎになってようやくシステムの一部が復旧したんですが、本当に限定的でした。ちょっとこの電光掲示板見ていただけますでしょうか。行き先が実は13箇所表示することができるんですが、復旧しましたといってもですね、13便のうちわずか動いているのは1便だけ、つまり1割も動いていないという時間帯が今日昼間ずっと続きました。午後4時以降の便からはようやく復旧してきたんですが、今もご覧のように赤い欠航の印が福岡便や大阪伊丹空港便などにもまだ残っています。私は今朝からたくさんの方にお話を聞くことができたんですが、ある家族だけちょっとお話しさせてください。朝ですね、私鉄の西武線を出たんです。ところが今日西武線でトラブルがあって30分以上遅れて、この羽田空港にギリギリの到着だったという家族旅行のお方、おばあちゃんとお母さんとお孫さんの3世代で3泊4日の沖縄旅行だったそうなんですが、その方が結局ギリギリ間に合ったと思ったら、ここで3時間近く待たされてこの便が欠航しました。つまり沖縄に今日入れないという、なんとも起きのくのくな状況だったということなんですね。このトラブルで欠航が出たことによりましてですね、例えば今日の最終便が飛んでいかないと明日の折り返しの1便がないということになってしまうこともあります。すでに明日の朝の欠航を決めている空港もあります。この影響は明日まで残りそうです。